じゃあ、ハロー、加西博之です。今日は20代と30代の違いということについて話したいと思います。私も30代になってしばらく経つんですけど、ちょうど29から30、30になったあたりでこう人生観っていうものが大きく変わりました。 で20代と30代の大きな違いは何かっていうと20代はいろいろなことを選択できる選べる余地が残されているけれども30代っていうのは選択の余地がない選べないっていうことです例えば外国語っていうことでいうと 10代とか20代のうちはいろいろな言語に手を出してもいいと思いますまあ英語を第二言語としてまずやりますので英語で英語のほかに例えば私のように中国語をやる、まあ、これで日本語入れて3つでさらに語学が好きな人はフランス語だったりロシア語だったりいろんな言語に手を出していく人もいるわけです。 で20代までのうちはそれでもいいと思うんですけどもう30代になったら言語は絞らないといとけません。私の場合は英語と中国語に絞りました絞りましたって別に20代のうちに他の言語やってたわけじゃないんですけどもう絶対に他の言語の勉強はしないというふうに決めてます 英語と中国語だけを深めていくという方針に変えましたでその理由っていうのはやっぱり30代になるともう残りの時間っていうのが結構はっきりしてくるんですねもちろん人生100年時代と言われていますから100歳まで生きるということであればまだ70年もあるでも 100歳まで生きると言っても最後の20年くらいの晩年っていうのはもうほとんど何もできないと思った方がいいです私の祖母も大正生まれで100歳近くまで、まあ、長寿を全うしましたけれども最後の20年くらいは何をしてたのかっていうと特に何もしてないというか何もできないんですね もう目も耳も頭も体もどんどん衰えていく何かを言われても聞こえない何も見えない最後の方は体が弱って自分の足で歩くこともできないそういう状態で、まあ、多くの人は人生を終えるわけですだから人生100年時代といっても実際にしっかりと。 動き働けるのはまあ70代前半くらいまでと考えていいと思います次にそのように70代まで生きられるかどうかも当然のことながらわからないわけです病気事故そういうのに巻き込まれたりして当然若くして命を落とすこともあるわけです私の父は50代 で亡くなっていますそういう人は世の中にいくらでもいると思います50代半ばで亡くなる今30ですあと何年ですかって考えると25年くらいしかないわけですじゃああと25年です何をしますかいろいろなことに自分の興味の赴くままあれもこれも あれもこれもどれにしようかな迷っている暇はないんですもうこれって決めてその決めたことをとことんやるそういうふうに生きていくしかないわけですじゃあ30代のうちから30代になってからそうやって一つのことに絞って深めていくんだったらもっと早く 10代後半とか20代前半のうちに一つのことを決めてそれを深めていった方がいいんじゃないかという意見もあると思いますまあもちろんそれも一つの生き方だと思いますただ10代とか20代の特性というか特権の一つっていうのはこの選べるっていうことなんですね残された時間が長いし 人生の経験も短いからいろんなことを選べるんですでこの選べるっていうことが若い時の特権なんですこういう例を考えてみます子供が初めて遊園地に行きました。乗ったことのない見たことのない乗り物アトラクションがたくさんたくさんあります子供はどういうい反応を示しますかね。あああれも乗りたい あこっちも楽しそうだあっちになんかお店がある目移りしますよねどれにしようかなこれが10代20代です目移りするんですどれにしようかなってこの迷っている感じが楽しいわけですでも30になったら迷ってる場合じゃないんです遊園地に行きます 行ったら行ったらっていうか行く前からこの乗り物に乗るって決めてないといけないんです。で切符買って入場したらもう脇目も振らずそのアトラクションに行くんです。でそのアトラクションに乗るんです。で乗り続けるんですずーっと。で私の場合はそれが中国語だったっていうことです。例えば 恋愛とか結婚っていうことで考えてみると例えば20代半ばくらいの女性がいわゆる結婚相談所みたいなものに入りました結婚相談所っていうのは女性の場合は年齢がとても大事ですからまあ大人気だと思いますいろんな人からオファーが来ると思います「お見合いしてください」「交際してください」 結婚前提にお付き合いいしてください選べますよね選べるんですいろんな人がいて誰にしてもいいこれが20代の人生ですでもこれがじゃあ10年くらい経って35歳になりましたまあいろいろあって結婚は決まらなかったとしましょうじゃあ35歳の 人って結婚相手選べますか選んでる余裕ありますかっていうことなんです選べないですよだからもちろん100%理想の相手ではないかもしれないけどもうこの人って決めたらその人と結婚するしかないんですでもうそれが嫌だったら結婚は一生無理だから30代は 選択の余地がないんです。あこの人もいいなこっちもいいなこっちも捨てがたいもっといい人が現れるかもそうやってキキキキョョョョロロロロしてる余裕はないんですところで結婚の場合はその35歳で選んだ相手っていうのはある意味で妥協の相手かもしれません。 理想とはかけ離れているけれどもしょうがなくその人しかいなかった結婚しましたかもしれないでも少なくとも私の場合その中国語っていう相手を選んだわけですけどこれはもう最高の相手なんですねだからその妥協とかではなくて元々ずっと好きだった相手 とまあ最終的に結婚したっていうようなイメージなんですだからその妥協したとかっていうそういう後ろめたい思いはないんですね一つに絞ったと言ってもそれはそうするに値する一生かけるに値する対象に出会ったっていうことなんです私の場合はですだからそれはすごく幸せなことだと思っていますただ もしかするとまだそういう対象に30代になっても出会えていないという人がいるかもしれませんまあそれは出会った方がいいと思いますよもちろんそれは仕事に直結するものである必要はないと思います仕事は仕事でそれ以外のプライベートの部分で何かこの一つのことを残りの人生でしっかり追求していく そういういいいい対象があるといいと思いますそれから仕事私が20代そして30代の頭のところまでやっていた仕事っていうのは私にとっては一生を費やせる仕事ではなかったんですそれはもちろんその仕事を始めた時は思っていませんでしたこれをずっとやっていこうと思ったわけですでもそうじゃなかった別にいいんです まだ間に合うから。20代とか30代頭くらいまでは仕事を辞めたり転職したりしていいんですだって20代は選択の時期だから選択の時期でも30になったらもう決めなきゃいけないんです一つの仕事を決めてそれをしっかり深めていく そういうい時期だと思いますだからやめたんですね私も。まず最初に20代は選択の時期30代からは集中の時期っていうことにまず最初に気づいてでこのまま仕事を続けていると集中ができないからそれこそ人生の晩年になって後悔しかないって思ったんです。 こんなはずじゃなかったってなると思ったんですね50代60代になってだからやめましたで後悔は1ミリもありませんで自分の場合は中国語がすごく好きなので、まあ、それを深めていきたいもちろんそれを使って仕事をしたりできればそれが最高ではありますけど、まあ、たとえそうじゃなかったとしてもいいんです 一生残りの半生を中国語と関わって生きていけたらそれで幸せなんです私が大学1年から2年に上がるときに選考を決めるんですけど文学部の中文を選んだ理由はこのまま毎日中国語を見たり聞いたり読んだり話したり。 して生活ししてていいけたたら楽しいだろうなって思っ思んです。で、その直感というかその時感じた思いは間違っていなかったし今もそのように思っていますこのまま中国語をずっと勉強して死ねたらそれで本望だなと思いますもしタイムマシンで過去に戻って。 過去の自分にいろいろなことをアドバイスできるそういうチャンスが与えられたとしますじゃあ若い時の10代20代の自分が今の自分のアドバイスを素直に聞くか聞かないですよ10代20代っていうのはそういう時期なんです選択肢が広いからいろいろなことをやりたいんですいろいろなことをやればいいんです いろんなことに興味の赴くまま手を出せばいいんです何でもそう仕事もそうだし恋愛とかそういう性愛の面もそうだし勉強もそうだし趣味もそうだしいろんなことに手を出せばいいんですアドバイスなんか聞かなくていいんですそれが若い時の特権だからでもでもです30を超えたら決めないといけない っていうことは、まあこれを見ている若者はいないと思いますけど、もし10代、20代の私よりは若い人がいたら、30になったら決めないといけない。選択する余裕はもうないんだということをしっかりと M&A に刻んで生きていってほしいと思います。今日は以上です。